はい、じゃあ補足動画の2本目です、えー、メールとともにタカさんから URL が送られてきましたその URL の方はねまだ見てないんですけども見てない段階でお話ししましょうかえっ、ー、とね私ね実はねタカさんからこのメールが送られてくるほんの数秒前に1個のキャッチコピーを思いついたんですよでそれをサムネイルにしてるんですけども今から今日から1億円ショート動画10秒でいい ってやつなんですよ。もっと短くしようと思ったら10秒で1億円ってやつですよねこれはショート動画を10秒って括りでいっぱい作ることによって1億円を作っていけないかなっていうふうなそんなね私のコンテンツなんですよまだ叩き台なんでキャッチコピーしかありませんけども私の場合はキャッチコピーから全てが生まれるんですよねだからいろんなものを作った上で商品のタイトルどうしようかなと思って試行錯誤の末キャッチコピーを作るんじゃなくってキャッチコピーがありきなんですよ 例えば速化塾ってのももともとはね即稼ぐ力即化力ってものを私ずっと頭の中に持ってたんですよ。でその速化力ってものをなんとかビジネスに生かせないかなこれを説得力のある形にできないかなと思って、えー、いろいろとね試行錯誤してる中でネオヒルズのビジネス塾に出会ってあ速化力を使うために養うために速化塾っていうのを作ったらどうかなと思ったんですよ。稼稼ぐぐ早く稼ぐ塾 これだけでどんなことをイメージするのかもうね簡単ですよねこのたった3文字であらゆるものをぶち込んだこのキャッチコピー,ーっていうのは私の人生の中でもねこれを抜くものは出ないかなってぐらい秀逸だと思ってるんですよで実際にアフィレートで3年間で1億稼ぐっていう実績も作りましたんでこれをもとに速可塾っていうのは早く稼ぐ塾っていうふうなことの一貫性が出てきたかなと思いますそれと同じで今回ショート動画を作る上でショート動画を 大体10秒っていうふうに私は設定しているんですよ。今まで出した動画も10秒。短いもので7秒。長いもので15秒。これに設定してるんですよ。だから10秒ぐらいの動画を積み上げることによって、今からでもいい。今日からでもいい。ショート動画っていう新しいマーケットで1億円作っていこうぜみたいなね。そんなコースを設定しようかと思ってます。まあこれはもしかしたら来年になのかもしれませんけども、徐々に形になると思います。場合によってはもうね、先行販売してすぐに軸の形を整えようかと思いますけども、 このショート動画には今まで YouTube に可能性を見出せなかった人にもチャンスになるんじゃないかなと思ってますよね。まあ、こういった形で高さも普通に649円稼ぎましたっていうのではちょっとひねりがないと思いますんで確かにこれは思いますんでなんかね私が今作ったキャッチコピーではないですけどもなんかねインパクトがザクッと心に刺さるようなねそんなものを考えていただけるんではなかろうかと思います。えー、まずはね1日目ドミノ ピザでマルゲリータが無料で食べれちゃうっていうね動画みたいなんでこれから拝見しようと思います。それでは補足動画の2本目終了でございます。どうもありがとうございました。それではまた明日。お疲れ様でした。